座り込み講義、看板前で記念撮影した高須委員長、やっぱり絡まれる、誰もいないので座り込みしてあげたぜなう。この投稿について我らが阿部高が噛みついた、夕方に来て何かを発見したかのように、誰もいない、と笑う人、またうんざり、ネットの反応。誰もいない時間帯に来て座り込みしてくれたんだから感謝せよ、この場合、ありがとう、高須先生、じゃないの、不法に居座って。 掘ったて小屋まで設置して、近隣のお店では買い物せずにトイレだけ使って、いい年齢なのにどんだけ身勝手なんでしょうか。事実だし、事実を伝えるのが新聞記者のお仕事ですよね。座り込みを手伝ってくれた人に感謝しなさいよ。心のねじ曲がった男だな。座り込みじゃないんだから、お散歩講義にしたらいいんだよ。ちょっと来てすぐ帰るお手軽講義なんだから。じゃあ、あんた座っとけばよいのでは、お前にうんざりだよ。事実やん。 君より記者に向いてんじゃね W。花ほじ、私はあなたのツイートにうんざりです。ならしフト表でも作っとけよ WWW。最高のコメディアンだなこいつ W。一生みんなを笑わせてくれ W。観光地にある顔を出す看板に変えたらウケるのに。沖縄を笑ってるんじゃない。活動家の滑稽さを笑ってるんだよ。そうね。笑顔で写真撮る人ばっか。笑い。違いがわからん。 この高須委員長のツイートのひろゆきの反応「優しい世界」本日はありがとうございました。